内部ティミショアラの三成聖者大聖堂は、ルーマニア聖教会の大聖堂である。ティミショアラ聖教大聖堂とも呼称される。1937年から1940年にかけて建設された。大聖堂は三成聖者、神学者、グリゴリー、キングチ、ヨアンを記憶している。11の塔を持ち、中央の最も高い塔は96メートルの高さを有する。 大聖堂は、ルーマニアの価値ある宗教的物品である古いイコンや、ルーマニア語の初期の著作物を所蔵している。著作物の中には1648年のアルバユリアの死に役や、1643年の不主教バルラームによる講話がある。地域の宗教的伝統と、モルダビアとビザンティンの職人が移入し需要した、ビザンティン建築に部分的にのっとってはいるものの、 建築の形式は、ルーマニア正教会の建築物の中では全く、普通ではない。屋根の突端部分の下部にあるくぼみ、内部の急流、多様な色彩に富んだラッカーといった要素は、小ジア修道院やプリストップ修道院などに見られる。教会の内部と外部の絵画は、新しいエデミアンによって制作された。絵画の制作は、第二次世界大戦の戦艦機という、 難しい時期と重なったため予定の完成には間に合わず、戦後も長い間放置されたままだった。ありがとうございます。